日本はもちろん、世界各国で、通常動力型潜水艦に、リチウムイオン電池を採用する艦艇が増えてきました。今回は、海上自衛隊で、すでに搭載されている、燃料電池について見ていきたいと思います。もちろん、リチウムイオン電池の先輩にあたる、スターリングエンジンも優秀でした。と言っても、時代の趨勢、趨勢でよりパワーアップした製品が求められるのは当然でしょう。結果として誕生したのが、リチウムイオン電池です。電気自動車などで、利用率が高まっている水素エンジンも、今後はどうなるか、ひょっとしたら搭載されるかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦白鯨波中期防衛力整備計画、26中期防に基づく、2018年度計画3000トン型潜水艦8129号艦として計画されました。2019年1月25日、川崎重工業神戸工場で起工、2年後の2021年10月14日同工場において、命名式、進水式を終わりました。日本も、毎年、最新鋭潜水艦が、次々と就役しているようですね。前述の通り、最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が搭載された理由について、深掘りしていく予定ですが、他の様々な次世代電池も採用予定だったのかについても探っていきたいと思います。国防の一翼を担う、海上自衛隊潜水艦には、謎はたくさんあります。まず艦隊に使われている合材から推理すると、結構深く海中に潜れるのでないかと思われるのですが、実際は機密情報ですから、勝手な想像の域を出ませんね。潜水艦の潜水深度、水中速力、連続潜航時間のデータは最初から非公表です。何度も言うように、最高機密ですから、力は推測するしかありません。通常動力潜水艦では、世界最高水準にあると言われている、海自潜水艦について、推定されている、データを紹介していきましょう。2021年9月時点で海自最新鋭とされている、潜水艦は太平洋型です。太平洋型潜水艦は、すでに就役して活動していますが、最新のものは、そう、流型潜水艦の中で、リチウムイオン蓄電池を搭載した、11番艦オウリュウ、呉基地所属第1潜水隊群第3潜水隊と、12番艦トウリュウ、横須賀基地所属第2潜水隊群第6潜水隊の2隻ということです。ちなみに、そう、流型潜水艦のサイズですが、全長 84.0m、最大幅 9.1m、水中排水量4200トンという大型通常動力潜水艦です。このシリーズは、10番艦昇竜までは、非待機依存推進、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用していました。しかし、オウリュウ、トウリュウの2艦は、ディーゼルエレクトリック方式に変更され、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。実は、そう、流型潜水艦の当初計画では、潜航中動力として、燃料電池の搭載が検討されていたのですが、この事実は、あまり知られていないようです。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。一般的に使用されている乾電池などの二次電池と異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能かつ、発電効率の高い電池として、各方面での研究が進められているのです。防衛省防衛装備庁、旧技術研究本部は、最初にナトリウムアマルガム燃料電池採用を検討していたのですが、使用する水銀が、大量に必要となったため断念しました。
水銀は健康被害や廃棄などにも問題がありますからね。そして酸素水素型電池の開発に方向転換し実用化にこぎつけましたが、潜水艦への搭載にあたっては燃料である液体酸素の取り扱いが不安視されたのです。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には AIP であるスターリング機関の搭載が決定されました。その一方、当時の技術研究本部では同時に次世代潜水艦用蓄電池としてリチウムイオン蓄電池の開発にも着手していたそうです。ではリチウムイオン蓄電池のメリットを紹介しましょう。鉛蓄電池の欠点だった水素ガスの発生がありません。エネルギー密度が2倍以上で 1.5 倍以上の繰り返し密露放電回数を叩き出しています。充電時間も短縮し、放電による電気容量低下も少なく、長時間の効率放電が可能となりました。つまり、潜水艦に搭載する蓄電池として優れた特性を多数持っていると言えましょう。開発当初、リチウムイオン蓄電池は、そう、流型5番艦から搭載する予定だったのですが、タイゲイ型からの搭載に変更されました。そして、結局は、そう、流型11番艦を雨竜から搭載されることになったのです。搭載するにあたって、方法が2つ考えられました。1つは、そう、流型のスターリング AIP 機関を維持したままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。2つ目は、スターリング AIP システムも含めて、リチウムイオン蓄電池と置き換える方法です。2つの方法を検討した結果、AIP も含めて、すべてを置き換えた場合、コスト高にはなりますが、水中出力が大きく、連続潜航時間も長くなるというポイントから、すべてを置き換える方法が採用されたのです。潜水艦用にあるようなリチウムイオン蓄電池、採用によって、様々な面で高スペックにとなったと思われますが、実は、スターリング AIP システム搭載艦と比べると、軸馬力が8000馬力から5600馬力に減少しているのです。ですから、鳳竜、東竜は10番艦までと比べると、水中での瞬発的な最大速力は、20ノット、時速 37km から18ノット、時速 33km に低下してしまったということになるのです。とはいえ、鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は短く、10番艦までは、最高出力20ノットになるのが、たった5分間ですし、連続潜航時の水中最高速度は16ノット止まりとされています。リチウムイオン蓄電池は長時間持続的に高出力を発揮可能ですから、鳳竜、東竜の連続潜航時の水中速度は18ノットを維持できますし、連続潜航時間は10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びているのです。原潜は半永久的に潜航できますから、比べれば物足りないかもしれません。しかし、人間が乗り組んで運用する以上、半永久的といえども、食料補給や乗組員の休養のため、定期的に浮上することは必須条件です。1ヶ月連続で潜航可能ならば十分でしょう。従来まで使っていた、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、フル充電には、シュノーケル航行時間が5から7時間必要と見られますが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電ができるので、2から3時間で可能です。ということは、作戦運用上のシュノーケル航行時間が大幅に短縮されますから、敵から発見されるリスクも軽減しているということになります。
実は、潜水艦の最大潜航深度については、最重要で最機密と言われる性能です。ですから防衛省が公表したわけではありませんが、そう、夕方の潜航深度は、600M から 700M と予測されているようです。さらに、そう、夕方艦隊には、NS110 鋼材という世界でも、最高水準の鋼材が使用されていますから、理論上は、1000M の水圧にも耐えられるはずなので、最大潜航深度は、900M までは可能とも推測されているようです。ちなみに、海外の通常動力潜水艦でも、輸出タイプのものは、性能が概略ですが公表されています。最大潜航深度については、ロシアのキロ級潜水艦が 300M 程度、ドイツの209型は 300M、214型でも 400M 程度と記載されています。原子力潜水艦での最大潜航深度は 500M から 700M と推測されますし、アメリカの高性能原子力潜水艦シール普及などは 900M から 1000M と言われているようです。アメリカ海軍の主力であるロサンゼルス級原子力潜水艦の最大潜航深度は 600M と言われていることから推測しても、そう、流型や次世代の太平洋型潜水艦の最大潜航深度は、原子力潜水艦と比較しても遜色ないことがわかると思います。つまり、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できるスペックを持っていると判断されるのです。また、潜水艦においては、一番重要な性能は静粛性と言われます。海中に潜んで、自分の存在を察知されずに活動するのが第一義ですから。この静粛性についても、海自の潜水艦は、世界でもトップクラスです。もちろん、乗組員も、任務を厳しく自覚して、敵のソナーマンに音を捕捉されないように、静かに行動しているはずです。その点、賑やかな中国の原潜と比べると、乗組員についても、潜水艦自体にしても、スペックははるかに優れていると、断言しても良いという声があるようです。南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦下が後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいる、と言った3日後、当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、水港南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、流型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。
そう、流型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の雨、竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、流型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した、放流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦が数多くありますが、放流の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。放流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者、が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、放流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この放流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者放流。なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、放流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で10月4日新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は放流、そう、流型潜水艦の11番艦です。特筆すべきはこの艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、放流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発しました。これまでの、そう、流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの制限を受け、しかも、平和憲法の下にありますが、軍備の面でも、存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも
記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は、多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は、普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは、効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には、発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用している、スマートフォンやノートパソコンに、発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する、潜水艦上での火災は、命に関わる、大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用は、しないというのは、理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算など、のせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと、報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、横流については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが、潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が、音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された1358つのメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、しれませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行した時、日本にいる
家族や友人との連絡手段がないことにかなり驚いたことを覚えています。特に海外の情報は外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては慎重に扱うべき事項。それをこのように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしてもどうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので強まっていく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して同じようなものを作るだけでもっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。